どうも、毎日コリスです。いつもと違う画角ということで、笛ラムネ、皆さんどうされてます？僕はおまけ、まあメインで集めてるんですけども、もちろんですね、笛ラムネも未開封で集めてるんですよ。で、その様がこんな感じ。全部じゃないですから、これ。一部ですから。で、おすすめの収納方法ということで、こういうのも動画にしてみたら面白いんじゃないのかなと思って撮ってます。長っ。一部しかちょっと入れてないんですけども、こんな感じで、ディスプレイボックスっていうものに入れております。これすごいよ。女の子用の笛ラムネの逆向きのエラー。これ。逆向きに入っちゃった。未開封だからね。これすごいよ、本当に。本当はこれなんだから。これの裏面の箱が表に来ちゃってるっていう、これ。前にベルクで買って見つけたやつ。まあ、それ別で僕の YouTube チャンネルで動画紹介してるので、ちょっと遡って見てみてください。あとはこういう昔のね、初代、期間限定のおまけの、ゴールデンコーラとか、いろいろあります。これ、パイン飴のエラー。ほら、わかる？パイン飴味になっちゃったの。このなっちゃったの文字のフォントが、このパイン飴の後ろになっちゃってんの。本当はパイン飴味になっちゃったのになっちゃったの文字が、飴より前に来てなきゃいけないんだけど、これがちょっと逆向きになっちゃってるっていうものとか、いろいろあります。で、こっちはまだ全部入れ切れてないんですよ。変えてないんで。で、これがですね、セリアに売ってるんですよ。皆さん、セリアさんにこの前電話して聞いてみたんです。このディスプレイボックスたくさん買いたいから、笛ラムネ入れるんでとは言ってないですよ、もちろん。癖で言っちゃいそうになっちゃいましたけど。このディスプレイボックスありますかって聞いたら、いや、実はですね、ちょっとそういう電話での受付はしておりませんと言われてしまいました。まあ、そりゃそうだと。そりゃそうだとね。僕はいろんなセリアを回りました。で、回って、買って今これぐらい。あります。うん。で、こっちにまだまだね、入れてないものたくさんありますんで、今後もちょっといろんな店舗のセリアさん、回って購入したいなと思ってるんですけども、僕はこんな感じでね、笛ラムネの未開封を保存してるので、まあよかったら皆さんもこんな感じで収納されたらどうかなっていうので、動画にしてみました。以上です。もう特にこれ一個ずつ紹介するとかそういうことないですからね。そんな寂しいこと言わないでよ、毎日コリスさんと。今、視聴者様から声が聞こえた気がしたので。ちょっと、いくつかだけじゃ、せっかくなんで、紹介しちゃいましょうかね。さっきこれ紹介したもんね、このエラー品のやつ。で、これパイン飴味の、ね、これもエラー品。うん。これは別に、そんなにレア度高くないけど。これ。感謝を込めて70周年オリジナルストラップ&バッグが当たるっていうキャンペーン昔やってたんですよ。これいつ頃のやつだっけ ?2019 年の7月。ってことは、賞味期限って大体1年後に設定されてるんで、これ2018年ぐらいのものですね。で、この感謝を込めて70周年オリジナルストラップ&バッグが当たるのキャンペーンの笛ラムネのエラー品。おーいって。いや、おーいって、これすごいよね。笛ラムネぶどう。キャンペーン応募方法の詳細は、内側に載ってるよ。逆向きになっちゃってんの、これ。これ、自分で見つけました。びっくりしましたよ。とある、田舎のスーパーマーケットで見つけましたわ。お菓子コーナーで声出しちゃいましたもん。ええーつって。マジでーつって。これはびっくりしましたね、本当に。このね、期間限定のやつって、ちょっとね、箱の裏面のデザインが普通なんですよ。ただ、さっきのこれは、裏面もちゃんと絵が描いてあるのになんかいいよね。特別版の笛ラムネみたいな感じで。たまにこういうエラー品ありますから、皆さんも探してみてください。で、ほんで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 、いちご味。一個前のやつ。今のいちご味のパッケージとは違うやつですね。
一個前のバージョンのいちご味です。後ろがひたすらこういちごがぎっしり詰められてるパッケージになっております。これもね70周年のやつですね。2018年頃でちゃんとこう50周年のやつも男の子用女の子用で、僕はね2個ずつ基本的に保存するようにしてます。ということで、まあ、これ以上ちょっと1個ずつ紹介していくととんでもない時間になってしまうので、まあこういう未開封のフエラムネコレクションはまたの機会に紹介したいと思います。まあ今回はあくまで収納方法だけなんでね、まあ皆様もよかったらセリアに売ってますので行ってみて買ってみてはいかがでしょうか。もしかしたらこの動画が投稿される頃には廃盤になってるかもしれないんで、わからないです。それは行ってみないとね。ということで、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。